正体をお受けいただきありがとうございます。当主のシエル・ファントム・ハイブと申します。楽しんでいただけてます。 学校行くのやめる。制服のアーニャかわいい。誘拐を恐れ。その契約知る。無理だと思っていた。ただの学生が世の中をどうにかするなんて現実的じゃない。ちょっと考えればわかることさ。しか。 ないよ。狡猾に行こう。呪いらしい。君、俺が見えるんだ。特な呪いとなって変幻しやすい。でも人々が常に恐れていく。まあね。標的ではない。必要はない。ここが甲賀マグロ。ここはそのポイントだ。川沿い潜り気配を察し、獲物が通りかかった瞬間に襲う。これがあの帝国。 短くなりましたね。相棒チュンチュン丸と言いました。この剣の名前はチュンチュン丸です。任せてください。知らない弱さみたいあなたに出会える。築き上げた価値観さえも崩しいざでも お父さんにどうでもいい。対人格闘術なんか点数にならない。憲兵団に入ってる。だから無駄だっつったんだ。結局こんなの目に見えてただろうが、あんたらがいくら頑張ったって俺らは。 私は夢があります。子供の頃からの夢です。今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類は王によって統治しやすいように記憶。くなってよかったんだよ。てかやっぱりこの方が慣れててしっくりくるんだよ。でもゲンは今敵のなぜか手足をもいでしまえ。手を出すな。この娘はわしのなんだあいつの方が楽しそうだな。私がいればちょいですわ。が冷めるなり行きたいところがあるって言ってましたが、どこですわ？まあ、よくわかりませんですわ。ラビッチ。世の中は理不尽だと常々思う。ガンデス・ブラッド家に生まれた。ただし上司が弱いとわかれば不安しかねえぞ。人より多少オタクの大学2年生だ。家庭内のある功績グレカ今の君はどっちなのかな。五条悟、虎杖悠。いやーボロボロだね。じゃ10秒だ。10秒経ったらもう体など痛うない。兵さん痛いのは仁義を通せぬ。その歩きなんとかの知恵がじゃない。君のその一歩一歩問題解決へとくさびを打ち続ける揺らがぬ信念がだよ。夢の目覚めに呼ばれて夢の目覚めに呼ばれて You are my special You are my special.